白馬岳頂上宿舎。白馬岳頂上宿舎は、長野県北安住郡白馬村大技北白技、白馬山国有林の白馬岳山頂の南西約800メートルに位置する山小屋。中部山岳国立公園内の白馬連邦狩猟線の直下東側の窪地にあり、白馬岳への登山や後ろ立山連邦重装時の中継点となる山小屋。 白馬村の外郭団体の一般財団法人白馬村振興公社により運営されており、村営白馬だけ頂上宿舎と呼ばれることもある。白馬だけは白馬だけと読むのが正式だが、この山小屋は白馬村の村名や白馬駅の駅名と同様に白馬と読むのが正式名称となっている。さらに山頂方面に20分ほど登ると日本最大の山小屋である。 白馬山荘がある。山頂までの距離が白馬山荘よりも遠いために、最盛期でも白馬山荘と比較すると混雑が、それほど激しくないことが多い。長野県警山学遭難救助隊と長野県、山岳遭難防止常駐隊、山岳警備隊の隊が常駐し、遭難救助、山岳案内、山岳パトロールを行っている。下記にグリーンパトロール隊が常駐し、 白馬山国郵林と日向は国有林の一体を巡視して登山道周辺の来庁と高山植物などの保管理を行っている昭和大学医学部白馬診療所夏山診療所が併設されている7月1日から8月31日の期間に白馬山町簡易郵便局が開設され消印は白馬山町局となるこの簡易郵便局は 毎日山麓と山小屋を徒歩で往復して、郵便物を運ぶ、プロの牧家の存在によって成り立っている。小屋の前は、雪溜まったんで、登山者の水場及び山小屋の水源となっている。2015年10月現在の山小屋データを以下に、示す。山小屋の裏手の南側には、キャンプ指定地が併設されている。外来食堂、売店、乾燥室、和室の個室、 トイレなどがある。6畳間の個室が20部屋用意されている。食堂ではセルフサービスによるバイキング形式が取られている。14から16人ほどのスタッフで運営されていて、スタッフ用の風呂がある。本館の前には外来食堂の建物があり、その横にはベンチが置かれている。宿泊料金などは白馬村山小屋条例により定められている。 2010年7から9月の宿泊者数は前年比28.5%増の3651人であった。登山口や、両線上には白馬村新興校舎及び白馬館が運営する山小屋とキャンプ指定地などがある。白馬大雪系の登山口の白馬市小屋に隣接する白馬新興校舎が運営していた、尊英白馬市理想、姿人数200名は、 2007年から営業を休止し2010年に廃止届が提出される。1906年に建造された 0.4km ほどの近接した場所にある株式会社白馬館が運営する白馬山荘とは競合関係にあり、過去に白馬村と民営の白馬館との間で山小屋施設の増強や強引な宿泊者の客引きなで激しい競争が繰り広げられた。 山小屋の立地条件では山頂に近い白馬山荘の方が展望の面で有利であった。1934年昭和9年に白馬山頂小屋は洋室付きの新館が建てられ現在の白馬山荘と改名され山岳ホテルを謳った一泊十円の特別室を用意した。1938年昭和13年7月に白馬村は 二階建ての洋館が増設し、数百人を収容できる白馬岳頂上宿舎を完成させた。これにより、白馬村と白馬館との間で、第一次白馬山小屋合戦は始まったとされていい。白馬岳山頂部の非常に近い位置に二つの山小屋が立地することとなり、品の四谷駅では下車すると残車を相手に客引きが行われる事態となった。猿倉から、 白馬を行きから小設計、白馬だけ頂上宿舎を経由して白馬だけ頂上へ至る従来のルートの他に小設計の上部から直接白馬山荘へ至るルートが作られた。これにより分岐点に両者の山小屋の従業員が出て声をかけ合う事態となった。こうした事態に東京の有力者が仲裁に乗り出し、1939年昭和14年5月に 白馬村と白馬館との間で山小屋の共同経営の協定が締結された。利益は68%を白馬館、32%を白馬村で分け合うことで決着した。1961年、昭和36年3月31日に白馬館との白馬竹山小屋共同経営協約が解約されたことにより、第二次白馬山小屋合戦が始まったとされている。 当時の人気週刊誌、サンデー毎日と週刊読みりでこの激しい競争の様子がトップ扱いで報道された。白馬村は品の四谷駅に村職員を配置し、白馬だけ頂上宿舎の宿泊の予約取ったり、登山口の猿倉で予約券の販売を行った。白馬山荘は第三新館まで14棟増築を繰り返し、日本で最大規模の山小屋となる。 収容人数を一時1500名としていた。白馬山荘の敷地が白馬村と富山県下新川郡、朝日町にまたがっていたことから、昭和35年度分から固定資産税を朝日町へも納税するようになった。このため、白馬山荘の全施設が白馬村にあると主張する大田信介村長は、白馬館の経営者の松沢恒久への批判を強めた。 白馬岳町上宿舎は収容人数を千名ほどまで増やしたが設備を含めた総合面で白馬山荘に身を取りした。さらに白馬村は白馬館への対抗措置として白馬館の白馬市小屋の隣に大雪経山荘、村営白馬市理荘を建設した。白馬村は白馬岳町上宿舎を白馬館の白馬山荘に負けない建物にするために貨物作動を計画して リフトを作ってみたものの失敗に終わった。昭和41年に、大田信介村長の休止に伴い、白馬村の白馬館への追撃作戦は冷めていった。1967年、昭和42年からは、定逸、祭り、白馬三層の建造者で白馬だけ解散に、多大な功績を残した松沢佐大津を表する。 白馬村の行事が白馬村と白馬館が連携して開催されるようになった。その後、白馬大雪系とや小設計のステップ切りや整備を白馬岳町常宿者と白馬山荘の従業員が協力して行っている。1984年、昭和59年から白馬岳町常宿者は白馬村の直営から一般財団法人白馬村振興公社に経営が移譲された。 2015年10月現在、白馬村新高校舎は、白馬岳頂上宿舎のほか、尊栄猿倉荘、尊栄天狗荘、八方池山荘、山小屋を経営していて、白馬市里僧は2007年に営業を休止し、廃止されることになった。一方白馬館は、白馬山荘のほか、白馬市里小屋、白馬大池山僧、菅池ヒュッテ、白馬槍温泉小屋、五竜山荘。 キレット小屋の山小屋を経営している。1990年、平成2年に、白馬山荘の第一新館前に、レストラン棟、スカイプラザ白馬が建造された。2000年頃の白馬だけ町常宿舎と白馬山荘の宿泊者数は合わせて、年間3万人ほどまで落ち込んできて、白馬だけ町常宿舎の宿泊者数は、白馬山荘の半分程度と見られている。 姫川水系松川北又入りの支流の原頭部の鉱山帯に位置する。日本海側の特別豪雪地帯にある。白馬岳は、日本百名山、新日本百名山、花の百名山、新、花の百名山及び一等三角点百名山の一つに定めされている山。日本で二十六番目に標高が高い山である。白馬岳頂上宿舎の東隣に、小岩峰の 離山がある。南西0 3トルには標高2 7 6 8ルの小ピークの丸山がある。周辺の東斜面では山体崩壊があり、離山は丸山方面から横に滑った山であるとみられる。猿倉から白馬大雪系を経て白馬岳へ登頂する、登山道の白馬連峰との合流点直下にある。東側の猿倉へ下る、登山道。 南側の白馬や荷ヶ岳、唐松岳方面への重走路、西側の清水岳を経て、馬場谷温泉へ下る、登山道、北側の白馬岳方面への重走路への分岐点となる。1960年、昭和35年に、白馬駅から猿倉へのバス道路となる、長野県道322号白馬岳線が開通した。最寄りの登山口は、 白馬岳への最短ルートの登山口でもあるサルクラ。サルクラへは、東日本旅客鉄道、JR 東日本大糸線の白馬駅から、アルピコ交通サルクラ線の路線バスが、ゴールデンウィークと7月上旬マイナス10月上旬にかけて、季節運行されている。東京都新宿西口からサルクラへは、毎日企画サービス株式会社による完全予約制の登山バス。 毎日アルペン号が登山シーズン中に季節運行されている。サルクラから白馬大雪系と白馬岳頂上宿舎を経て白馬岳へ登場する登山道ルートは長野県山岳総合センターによる新州山のグレーディングで技術的難易度がランク C、AE、中程度、体力度が4.5、1から10、中程度、一泊以上が適当とされている。 1991年8月1から7日の、後ろ盾山連邦の登山者、総数6922人を分析した結果では、サルクラからの入山者数が3858人であった。そのうち3734人、97%が、白馬大雪系と白馬岳頂上宿舎を経由して、白馬岳に登頂し、1812人、47%が、 白馬大池方面に向かい、1122、29%が白馬散山と槍温泉を経由して、猿くらいを計算し、250人6、6%大石系を経由して、猿くらいを往復した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。